エントリーナンバー1、モカチ入場です。え、誰ですか？てんてでんてんてでん、違うな、てんてでんてんて、変なおじさんのさ、やつになってた。こんにちは。あれ、どうしたんですか？黒髪ロンガーになりました。かわいい。またロングになって帰ってきた。インナーが白なんです。見えてる？メンヘラじゃないの？どうでしょう。渋谷でなんか、ね、パパ活かしてそう。ねえねえ、あのさ、あのパンツの中に手入れながら喋んないでもらっていいかな？映ってないんだから何したって言えるじゃん。やめて、信じてといて。パンツの中に手入れながら喋る。こうやってるんだもん。やめてもらっていいから、ここにさ、はい、手突っ込みながら一人喋ってくるの。はいはい、すいませんでした、はい、また可愛くなって帰ってきましたよ、うちのモカッチが。モカッチ、黒髪になるの巻いかがでしょうか？ロングになってね。黒染めしたのじゃ。黒染めではないよ、でも暗くしてもらった。てん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 、なんだっけ、あのてんてんてん、違うな、なんだっけなんだっけなんだっけ、なんかあのビフォーアフターのさ、ちゃん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 、パンツ、普通にパンツ。メンヘラ感が増し増しじゃないですか？うん、なんかね、すごいすごいよ、マジで。めっちゃメンヘラ感あるけど、いや黒もいいね、やっぱ黒髪ロングもいいね。いいよ、いいよ。お、顔ちっちゃくなってる今、ほらほら、今一番顔ちっちゃい、人生で今一番顔ちっちゃい。いや、いい、やっぱね、ボブよりロングのが似合ってると思います、僕は。ほんと？ね、ボブのが子供感があるんだけど、うん、まあ、もう君、いい年じゃないか。16歳だけど。23歳もうね。いや、待って、23ではないし、16だし。あと4ヶ月で23歳になるんですよ。16だし、死者5人死者5人。実はこの人もうね、結構いい年なんですよ。ちょっと年相応ではないけど、今回は、前回のあれはめっちゃ年相応で、うん、めっちゃ大人だったけど、今回はまあ子供だけど、あっ、こう見たら可愛いわ。こう見たらって感じ。さっきね、あのこの人ね、病院から帰った直後の姿を僕見せてくれたんですけど、うん、なんかね、あの前髪がノリだったんですよ。ね、前髪ノリやで。そう、美容室ってさ、絶対さ、オイリーね、前髪さ、そう、うん、ワックス切るやん、あの人たち、うん、だけど、今ちょっと直したんだよね。それディスってるけど大丈夫そう？この YouTube 多分あの、やってくれた方見てるけど大丈夫そう？なんでなんて、じゃあ聞こえよ。なんで美容院の人で前髪につけるんって、うん、あのつけた時はいいけどさ、つけた瞬間はいいんだけどさ、なんかさ、1時間ぐらい経つとさ、なんかさ、前髪かかって分かれない、うん、つけた時は確か2倍いいんだけど、後から嫌になるから、なるべくつけないがいいですよって一般の意見ね。一般男性 A の意見。そんなん可愛いと思います。ちょっと決め顔してサムネ用に。いや、そういらん、もう純粋にも可愛いですみたいな。私なんかスラウンみたいな、なんかあの黒髪ロングみたいな顔してほしい。黒髪ロング清楚系色白女子高校生カップみたいな顔してほしい。カップ数は変わらんのや。あ、A カップの前か。 C です。 C なの？あ、待って、違う C なの？違うね、そこカット。ここカット。ねえねえ、ズボン触らんといて。パンツ触らんといて。はい、あ、可愛い。可愛くなってきた、だんだん。だんだん軽くなってきた。だんだん軽くなってきた。だから多分その髪に自分の顔が慣れてきた。あ、メモじゃない。そう可愛い、可愛い、可愛い。かわいい。やったー。今日一番かわいいんじゃない、人生で。え、茶髪よりも？うん、なんかさ、ちょっとね、今日昼間は僕モカのなんか昔の動画見てたんよ、なんか、うん、アイドルの生活より前のアイドルの時 の、 あの YouTube の動画見てたんよ、うん、めっちゃブサイクやなと思って。最低や。全然かわいい、かわいくなったな。その時からのファンだっているやで。この男最低です。この人かわいくなったと思います。なんかロングにしたら、うん、ロングの合ってるわ。確かに最近かわいくなったってすごい言っていただくことが多くて。痩せたんね、でもね。痩せた。え、ちょっと待って、このさ、俺の目線から見たらめっちゃ可愛いよ。え、なんやろ、光の屈折や。これは、あの、違う、あの、猪俣先生っていう、あの、科学の先生のモノマネ。もうなんか、うちはネタですらないよ、もうな、個人ネタすぎて、わからないです。あの、もう、格好もさ、今日すごいゴリゴリのメンヘラだからと思うんだけどさ、うん、渋谷駅前で、メンズの地下のアイドルさんがチラシを配ってて、うん、やばかった。何が？え、もうね、あの 50m 走ぐらいの距離のところからマークされてて、あ、これ来るわと思ってたの、携帯じゃながら。だからこうやってさ、客にそういるもんね。わかる、ほな客やん。だからあの携帯じゃながらそう感じ取ってたから、うん、こう反復横跳びみたいにこう歩いてたのね、うん、そしたらあっちも反復横跳びしてたから、うん、あ、絶対これ来ると思って来たの、うん、で、なんか昨日デビューしましたみたいなチラシ渡されて、うん、え、ちょっと真似するわ、うん、定価して、はい、これ昨日デビューしたんです、お姉さん待ってるねみたいな。やば、マジで。そう、お姉さん待ってるね、僕これだからツイッターとかよろしくねみたいな言われて。やばくない？やば、
合法的セクハラやん。怖いと思って。イケメンやった？なんか犬みたいな、犬系。はい、というわけでですね、はい、今日可愛くなったモカチを、見られて、今日どうするんですか？この後は。この後は撮影でしょ。うん、なんかやっぱエクステってつけたその日からどんどんブスになっていくから、うん、だから最後の方だって馬のさ尻尾みたいなさエクステ、ほうきみたいになっちゃうから。本当にでもさ、地毛かどうか分かんないね、エクステってすごいね、うん、だから今日たくさん中のみんな、なんかこう、なんかあんま分かんなくない？そう、あんま分かんない。こうピラッてやったら分かる。え、すごい、こう、え、めっちゃこうこうやって可愛い。やった、これ可愛い。え、ここ可愛い。だから今日たくさん撮りたいです。え、可愛いですね。よろしくお願いします。はい、宮城さん、はい、よろしくお願いします。あ、服を買いました。っていうこと、はい、その服ですか？これじゃない、あのね、こちら、ででーん、ハニーシナモン。なんで俺このとこで撮影してんだろうな。後ろ汚くない？マジで片付けて。誰か、ハニーシナモンさんにね、服を買ったんですよ、私。めちゃめちゃ可愛いんです。あら、まあまたこれちょっとゴリゴリのメンヘラみたいな服。え、なんかちょっと違くない？メンヘラというかお子ちゃまみたいなとこない？ででん。あー、すごいわねこれ。これ見て、後ろがうんクマさん、うん、あら、まあ可愛い。可愛いでしょ？可愛いと思います。こちらをご購入いたしました。すごいねこれ。これなんかでも部屋着みたいな感じじゃない？なんかすごく。え、どこがよ。いや、部屋着だろ。一丁羅でしょ、一丁羅。こんな外出てきて歩いたらこんなもう恥よ。松台までの恥よ、こんな立花家の。モカチです。かわちいですか？はい、かわいいと思います。ありがとう。ということで以上、トゥデイのモカチの大冒険でした。で、ちなみに着ないんですか今？このまま配信するので着ません。かわいい、うん、ここの顔の形隠れるしね。クリーン最近ハマってます。あー、でもやっぱいい、かわいいね。ありがとう。え、かわいいね、すごいじゃん。うん、アイロンアンサー良くなったかな。好き？最初帰ってきてな、ちょっと、いや、ちょ、日本人形帰ってきてもうたと思って、やばい、これ心霊現象やと思って、どうしようと思ったけど、あ、かわいいって。好きになった？ちょっと、ごめん。好きになっちゃった。ごめん。ごめん。ごめんな、本当に。ごめんな。ちょっと、振るわ。ちゃんちゃん、ちゃんちゃんちゃん、ちゃん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 。やめてください。